回の3人の動画でこよみんがなんか急にね、うん、引退とか言い出してて、我々も何も説明されてなくて、そうびっくりしましたね。そうなんですよ。なんで今日はそのね、こよみん引退なんでそんなこと言うんだっていうコメントがね多分いっぱい来てるだと思うんですけど、うん、そうどういう気持ちなんですかそれは。もういいかなってね。ええどうして。いやもう結構長くやってきたしね、10年やってるんですよ私。えそうなんだ。GGG の前からこよみんは、もちろんそうですよ、コスプレでね。そうそう、10年というまあ節目でもあるし、平成も終わるし、うん、いやまあここいらが潮時かなと思いますねやっぱり。いやそれ困りますよ。そう困ります。いや困んないっしょ、2人で何か言ってきなさい。いやだって GGG は3人じゃないとダメっていう話したばっかりじゃん。いいじゃん GGG じゃん、 GGG でここだとさつまいもの話しかできないよ。そうだよ、意味わかんない。それはかわいそうだ、火傷するばっかりでさ。あ、やけどすると思ってた。そう3人いないとさ、やっぱりいろいろね、そのこよみんが辞めることによって弊害がいっぱいあるよねって、我々に対して。そう、いやこよみんに弊害がある。あ、例えば、いや例えばほらこよみんが辞めちゃうじゃん、 GGG を、ね、と思ったら楽しい時間が減っちゃう。誰のこよみんの。あ、そうなんだ。3人でさわーキャッキャッキャッ。別にさ、別に動画やなくてもいいじゃん、会えるじゃん、遊ぼうと思えば。あ、ドンパされるんじゃないよ。ということで本日は、こよみ引退引き止め選手権。イエーイ。さあ皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。ジジイチャンネルのみそじとアイポンとこよみんです。本日はですね、こんな引退をほのめかしているこよみをなんとかジジイチャンネルに引き止める、うん、そんな一言をいかにして説得できる一言を言えるのか選手権でございます。いやまあこれをですね、こよみ審判による、うん、ポイント制で、まあ、味噌汁 VS アイポンで行っていくわけなんです。なるほど、うん、まあ、我々の一言がですね、こよみの心にどれだけ響き、どれだけ GGG チャンネルを続けたいかという点数を。なるほど、なるほど。どちらから先攻後攻決めましょうか。じゃんけん、最初グーじゃんけんポン。どっちがいい。やるよ先行。すごい男らしかったな。やるよ、1グッド1グッドやだな。1グッド、それじゃんけんで勝ったら1グッドじゃん。じゃんけんで勝ってどっちを取るか。なるほどね、なんか、うん、それ今のを見てこよみはさ、やめたくないと思ったわけ。そうキュンとさせたから。キュンとさせたらいいんだ。そうじゃあどうぞ。いや、カメラ向かって言ってもらっていいですか。うん、こっちやろ。こうでしょ、こういう。ん、何をするの。え記憶失ったん。iPhone が説得するでしょ。え iPhone が説得するでしょ。え、先行あげるっていうことで。あげるやるよって。あげるのね。そうそう、男気グッドじゃん今さっき。あ、ちょっとノーグッド。え、そうそう、え先行、私が先行やるよっていう先行が、やるよっていう前のめりでやったと思って、あげるだったんだよ。そうあげるよってことね。なるほど。そう、え、あの何グッドですか。ごめんちょっとノーグッド。なんでキュンとしたじゃん。いや先行自らやるんかと思ったわ。しかも2人ともね、あの先行やると思ったの本当。はい、それでは、はい、私の引退を引き止めてくれるのでしょうか。みそじろさん先行いきましょう。レディー、30秒いきます。レディーゴー。私さ、このこよみと出会ってね、やばいね、顔が私結構泣いちゃうかもしれないもん、だってちょっと怖い。こよみんがさ、うん、私をねこの業界に引っ張ってきてくれたんですよ。あ、逆に言えば、あのこよみんがこうこの業界に行き詰まったり何かした時に私が引っ張ってあげたい。だからその企画は GGG だと思うからやめないでよ。すげえ完璧なんだけど。すごい1分だ。あ、30秒聞いてたか。聞いてたやばい、ほんとすごいな、ね、よっしゃ。おお、やるじゃん。よっしゃ。え、ダッシュすごいね。え、なんて今何グッドよ。え、160点。しゃー、すごい。あの今挽回した。勝てないかなり挽回した。いける。うん、いけるよ。じゃあアイポン、私の引退止めるんでしょうか。いくぞ、レディーゴー。いや、こよみんがいなくなったらちょっとキャラが渋滞しちゃう。やっぱりみ
ソシーこんなんだし、まあ、愛とミソシーって、まあ、いろいろはゲームとか別の動画とかで、まあ、みんな見てるし、うん、でもこよみんっていうそのこよみんがいないとなんかなんて言うんだろういつも一緒のなんかこうなんか停滞しちゃうあなんて言うんだろう、だね、うん、そうなんかこう同じ味付けになっちゃってみたいな。だここでこうやって3人でやったらあ時間だねいや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 でもね、うん、一生懸命さが良かった。ただ頑張っすごい良かった。いや、いやこの話の後に、うん、よくしたなって思った。そうだよ。ググってあげますよ。あやった。よかった。もう一回いきますか。もう一周いきます。おオッケー。いやいいんじゃないですか。いいですか。十二分に結構感じた。おおどうですか。割とちょっとなんかおなんかおそうなんかよあともう一度頑張って。あ、もうちょっと頑張れる。もうちょっと頑張るね。あと3人ぐらいいけるでしょ。長えな長えな。私インテリバスンっていうのはちょっと決めてないんですけど、うん、こうフェードアウトしようと思ってた、うん、で勉強していく。じゃこう2ヶ月間ちょっとさ忙しかったじゃん、うん、だからはいなってGG になっちゃったみたいなそれレッドガールズになっちゃうよねなんでさ、なんで自分をゲーム用するの大事な G がね、G が遠のいていく絵が欲しいねそれで思ったんですけど、うん、思ったけど、なんかちょっと味噌汁の話聞いたら、あ、そうだったなと思って、うん、あ、引き止めた私が引き止められるんだなってちょっと思ったんで、うん、で確かにキャラも停滞するしね。そうね、思ったら確かに頑張ろうと思ったわ、うん、という茶番ですよという茶番でした。でも本当にこよみんは一時期引退も考えてたよね。そうなんですよ。そう、そうなの。 GGG の前あたりこれが始まる前に本当に引退を考えてたんだよね。もうねやることやったなと思ってなんか満足しちゃったの本当に、うん、でなんかその嫌な感じじゃなくて、うんうん、もうなんかやりきったしなんかもうコスプレも下だけしたしなんかだからもういいかなと思ってたところにみそ汁が GGG を誘ってくれたんですよ。はい、うん、そうチャンネルやるからさやろうよ一緒にやろうよつって言ってもう他に女いるんだけどつってあの絶対楽しいから来てよって言われて入ったのがGGGなんですよ。そうでかなりうちの中で息抜きになってガス抜きになってるしここは、うん、本当にありがたいのでやめません。よかった。じゃあ我々の人見選手権は成功ということで。いや素晴らしい。私ちょっとこれやろうってなった時にあちょっとそれ面白さがやろうぜみたいになったけど普通に感動してしまった。やったもうびっくりした。今度はこよみん泣かせる選手権。そうだね、結構すぐ泣くでたやすいたやすい。はい、というわけで、はい、今日の引退選手権はですね、まあ、ちょっと皆さんをね悲しませちゃったかもしれないんで。あ、そうですね、申し訳ないですけど ね、 ですけどね、すみません。茶番としてね楽しんでいただけ嬉しいです、はい、ただ我々の思いはですね本当なので、ね、ありがとうございます、はい、ぜひぜひ、今後とも3人をよろしくお願いします。お願いします。では次回また3人の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。バイバイ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくれましたか？え？まだですか？じゃあ登録ボタンをポチッと押してくださいね。あと私たちのツイッターのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。味噌汁でした。